川越金曜日、はい、略して川金です。よろしくお願いします。今世界一これが上手なですありがとうございます。はい、じゃあ自己紹介です。沢田です。身長165センチでいつもだいたい9号から11号のサイズを着用しております。はい、加藤です。身長163センチ、はい、9号から11号着用しています。はい、はい、加藤さん、今日の私たちの紹介の商品は何でございましょうか。紹介の商品は、はい、スパンダイクと、はい、あ、スパンダイクドライテレコローバー。今こちらにね、私たち来ております、うん、はい、で、こちらがですね、ちょっと加藤さん今、はい、重ね着風にコーディネートをしたんですね、はい、テンセルのデニムシャツと一緒に合わせてるんですけども、こちら別注の商品になります。で、こちらがですね、ポリエステル 100% でお洗濯もしていただけて、お色味が、私かなベージュ、ベージュアイボリー、うん、はい、ベージュ、はい、ちょっとね、色がね、あ、ちょっと、はい、ベージュとアイボリーとブラックの3色展開となっております、はい、これすごく伸びがあるタイプなんですね、はい、うん、でコーディネート的には今こうやってインナーにして、私ちょっと見ますね、はい、1枚で見ると、あの細リブみたいな感じなんですよ。で、ちょっと色が、あの、なんでしょう、単色じゃなくってっていう感じだから、少しこう素材の凹凸感があるような感じで、で、肩のところも、あの、わざとに表に縫い目が出るようなデザイン感になってます。すごい着心地ですよね。はい、着心地とてもいいです。割と近くで見ると色がちょっと違うかなっていう、若干違う感じで、で、伸びます、伸びますね、うん、で、加藤さんみたいにそういう風にデニムのシャツとかを着る中に着ていただいてもいいですし、まあ、1枚でもいいんですけど、ちょっとこれ重ねた方がね、より良さが伝わるんじゃないかなというふうに思います。だけど、リブニットとかみたいなビターっていうのはないですよね。ないです、ないです。清涼感がすごくあって、はいはい、とっても着心地が、とにかくもう着心地が最高なタイプになります、はいはい。加藤さん、世界一って言われますよ。あ、カワキを言うのがね、カワキを言うのが今ちょっと違う、はい、今ちょっと違うしました。どうぞ。危ない、はい。で、加藤さんの今日のコーディネートは、アンナ・ケリーさんのデニムのシャツ、これも別注の商品になります、はい、ブルーとワンウッシュのタイプなんですけれども、あんまりね、色がそんなにめちゃくちゃ違うわけじゃないんですね。だけど、やっぱり加藤さんのあれでしょ、濃い方でしょ。濃い方ですね、うん、濃い方だから、はい、このステッチがね、よく目立ちます。で、もう一つが、まあ、そんなにめちゃくちゃは違うんだけど、ちょっと、薄いかな、ブルーかなっていう感じのタイプ。これ本当羽織物にすごくちょうどいいので、はい、長さ的にもちょ、今、はい、てるインナーというか、あのスパンライクドライテレコプロバとの相性も非常にいいです、はい、で、合わせてるパンツが B シルエットのパンツ、もう本当こちらは、はい、名前の通り美しいシルエットのパンツです、はい、いかがですか、こちらは。これは本当に履き心地がいい、ストンと落ちる、本当に足長効果がありますよね、はい。あ、そう、加藤さんのスカーフも素敵。そうなんです、こちらヌメさんのスカーフを合わせてみました。素敵ですよね。素敵です。そう、これをあのちょっとね、今日はあえてネイビーネイビーの組み合わせにしてみました。なんかデニムが来るとちょっと明るい色のね、パンツとか履くのも可愛いんですけど、あのあえて、あの今日ちょうど加藤さんと話してたんですけど、ブラックだと色がパキッと分かれちゃって、結構こうダークな印象になるんですけど、うん、ネイビーだと爽やかな、ちょっとこうマリンテイストみたいなこうイメージで、あの履いていただけるので、すごくあのちょっと濃い色ではあるんですが、こういう風にトーンを合わせて着ていただいたりとかしても、うん、おしゃれな着こなしになるかなと思います。可愛いですね、うん、こういう合わせ方、可愛い、こうですね、こういう感じのパターンで、もうこれなんか結構加藤さんっぽい感じ、はい、こういうスタイル好きですよね、はい、こういう感じで、はい、で、まあ、ちょうど今すごく急に、今日もめちゃくちゃ寒くなったり、うん、ね、なんか暑くなったりするじゃないですか。だからこういう上物とインナーもの、あとお袖がやっぱり長いっていうのが、あの本当今が旬です。あの実際欲しいと思った時にはすごく袖が短くなっちゃって、すごくそういった意味でも今いいかなと思います。あ、ロビンさん、サンダルも販売してますか。私も愛するサンダル、サンダルとも入って、ゆうこ今西さんのグルカサンダルなんです。これも店頭で、はい、
だけしかないんですけれども、あの毎日履いておりますが、非常に履き心地がいいので、非常に履いていただければ嬉しいです。販売しております。こちらはゆうこ今西さんのグルカサンダルで、24,200円となっております。ブラックとホワイトです。はい、そしたら、加藤さんは逆にこちらのインナーテレコプルオーバーテレコプルオーバーを、はい、あの別の着方でね、ちょっと着ていただく、あの、はい、ちょうど今時期に T シャツ重ねてちょっと着てみたいという気ですね、はい、なのでそちらの組み合わせでお願いします。はい、はい、私はですね、あの本当に何度も言っておりますけれども、あのジレがすごく好きなんですね。それで、あの本当にベストが世の中から流行らなくなっても一生着ようと思うくらい大好きなんですけど、本当にこちらはですね、あの前回なんか矢野さんが紹介してたと思うんですけども、あのボタンの感じ、フェイクボタン、フロントフェイクボタンロングジレというんですけども、このジレはこういうあのテレコプルオーバーとかともすごく相性がいい。なんかこれ1枚だとちょっとあのラインが出て恥ずかしいわとかいう時に、ちょっとこういうのをねパサッと1枚入れるだけで全然見栄えも違うかなと思うんですけども、あのこのジレは、いつもじゃない前回大坪さん企画でジレ出したと思うんですけど、またあちらとは雰囲気が全然違くて、襟がないタイプなので、割とこう T シャツとかにサッと羽織るだけで結構様になるかなっていうところ、あとはアームがね何より広いんですよ。だから今お袖が結構デザインのあるお洋服って多いじゃないですか。そういうのと合わせたりとかしても全然あの問題なく着ていただけるという感じのものを今1枚合わせて、そして下にはあのもしかしたら皆さん見られたことあるかもしれないですけど、店頭にすごく少なくなっております、ステラシフォンさん、かまぼこの使う、かまぼこ柄プリーツスカート、かまぼこ柄なわけじゃないけど、こうニュアンス的にそういうイメージらしいですね。こういうのと合わせて少し柄をね見せてあの着用しております。でそれにグルカサンダルなんですけど、私このグルカサンダルを買ってから靴下合わせというのが非常にできるようになりまして、すごくあのハマってるんですけど、このグルカサンダルは足先があの出ないので、あの長いシーズン使っていただけると靴下を合わせてもバランスが取りやすいということで、非常に今気に入って愛用しております。そう、私はこういうねコーディネートをあの今日はしております。浅端さん、ジレお願いです。ありがとうございます。スカート素敵ですよね。このスカート本当あの近くの方見に行かれてください。とっても素敵なんですよ。本当に珍しい色の配色で、パープルとオレンジとグリーンと黄色と、もう全ての色が入ってるんではないかと思うくらい色とりどりでございます。なので上はいろんな色が持ってくれるので、すごくポイントになるかなと思います。あ、お着替え完了いたしました。はい、どうぞ。じゃあ次は加藤さんのコーディネートでございます、はい、これね、ちょっとインナー使いしてみました。いかがですか？なんかまだ今日みたいな日ってちょっと中に着たくないです。寒いもんね、そうで、 T シャツ着たいけどまだちょっと T シャツ1枚ではっていう時あると思うので、わざとに今日はこういうインナー使いをしてみました。で、これあの袖口が、このテレコプルオーバーですね、袖口がロックの形なので、あの腕の長い短いというのがあんまり関係ないというか、こうキュッとちょっと上げていただいて着られてもいいし、少し折り返す感じとかで着られても可愛いですよ。こんな感じね。だからちょっと袖元は結構調節ができるかなっていう感じ。可愛いですね。可愛い、はい、でもこれね、重ねるときは長いわ、はい、ここがこうで、ここがこうは、ちょっとこうがこうとか、ね、さ長い方がいいです、はい、で、こういう感じで重ねて、今日ね、入ってきたばっかりの T シャツですね、はい、虎ノ井さんのグロッシーサテンさん、あ、違った、ラバー白、はい、チュールスリーブロゴ T シャツトップスです。こちらが8,790円でございます。あ、 T シャツかわいいです。そうなんですよ、これかわいいでしょ、色違いもちょっと見てみますか、色違いもラックです。はい、ラックです。こちらすごい、あの昨日履いてきたばかりなんですけど、はい、ちょっと重ね着でね見せるのにもいいかなと思って、うん、こういうものにもこの、 あのテレコプルオーバー非常に活躍で、ある程度音力もあるけど、はい、肌離れがいいので、あのすごく密着しすぎてる感じでもないっていうタイプです。で、このスカートもねすごくいいですね、はい、こちらも虎ノ井さんですね。あ、ごめんなさい、これはエイミーローさんの T シャツはエイミーです。で、下は虎ノ井さん、はい、
グロッシーサテンサーキュラースカートです。このグロッシーっていうのがね非常に素敵です。ちょっと下に容量がたっぷり出てあるタイプなので、こうT シャツかわいい、ブラックかっこいいですね、とご購入いただいてます。ありがとうございます。でこちらのスカートは17,600円でナイロン 100% で色が3色でございます。はい、最初これもね非常に私リアル買いしました。はい、まあ、今日履いてましたですよね。あ、履いてました、履いてました、そうそう、履いてました。はい、そうなんです。あ、金の文字が好き、あ、なるほどね、ここのね、はい、あ、そうですね、ここのね、あの箔の部分ですね、こちらがとっても可愛いです。こんな感じでちょっと重ね着していただいて、これ今日黒を着た時になんで白にしたかっていうと、あのロゴの中が黒なんですよね、はい、だからそこにちょっと合わせて、だから重ね着するときに全然違う色持ってくるときはどこかに同じ色が入ってるようにしてください。あの急にこれだけ浮いちゃうから、なので黒を入れるときはここの中に色があって、あとこの首元からもちょっと黒が見えるような感じで着ていただくといいかなと思っております。そういいですね、こんな感じでございます。こういうので合わせても素敵だと思います。でこのテレコプロバーなんですけど、あのねやっぱりね上からねバンブルしたら可愛いと思ってるんですよ。こんな風にこう、あの夏になったら普通に素肌につけると思うんですけど、こういう長袖にバングルとかっていう風な合わせ方っていうのも非常にあのポイントになる。でこれはね、何でしょう、腕も長く見えるし、なんか腕も長く見えるし、この切り替えのところが縫い目が出てるのがまた非常にいいですね、いいですね、ちょっとなんか華奢になった気分、はい、そう、あの全然すごいスタイルがよく見えます、よく、そう、スタイルがよく見えます、はい、でもね、すごい増量してて私本当にあの本当に人に言えないぐらいのあの歯ムチムチぐらいなんですけども、なんかそんなにね、これだったらいけるかなって、ちょっと昨日まで心配でそうだったんですよ、はい、これお題が来た時はちょっと昨日まで、なんかピッタピタになったらどうしようと、そんなことも意外となかったので、あの皆さんぜひ、いい感じで伸びて、ね、そうですね、いい感じでね、伸びて、コーディネート勉強でありがとうございます。長袖の上からつけるの、そうそう、長袖の上からつけるのおしゃれですから、バンブル持ってる方は特に、あの私結構夏になるとあの日頃はないのに汗かくと金属が苦手になる、ああ金属が出てるんです、はい、そう、そうです、あの直につけるとなんか時間が経つとすごく痒くなったりとかするんですけど、うん、こういうなんかお洋服の上からだとね、全然その辺も心配なくつけられるかなと思っております。で、おしゃれですね、おしゃれです、何より本当に何より、おしゃれ最大のものといただきましたどうもありがとうございます。はい、ということで、あ、2人ともスタイルありがとうございます。スタイルがいいなんて、先生いろいろ隠してる。あの加藤さんはスタイルいいんですよ。でも私はいろいろ隠してるから、ちょっと分かりたいと思います。はい、ということで、この感じで、はい、はい。はい、皆さんぜひ、この本当にテレコプローバー1枚、本当にあるといいと思う。私もちょっとこれ欲しくなっちゃって。結構いいですね。いいですよね。持ってると便利だし。そう、持ってると便利だし。すごい使います。本当にいい感じ。インナーとしてもいいし。うん。これでね、はい、1枚で見てていただいたりとか、ベストの中に着たりとか、いろいろできるから楽しみに、あ、バンブル持ってます、そうですよね、あ、そう、江戸さんはゴールドつけてました、あ、そう、これはね、シルバーでしょうんですよ、で、ゴールドなんか別の持ってるかもしれないですね、はい、そうだよって頑張ってますということでございますので、はい、どうぞこの後も8時から、はい、よろしくお願いいたします。でこのね、インナーもね、テレコプローバー、こちら別注になりますので、はい、ぜひ皆様、あの本当にあのなんだっけ、オンラインで見ていただいても、もちろんいいですし、店舗で見ていただいてもいいと思いますので、はい、ぜひあのお待ちしております。はい、以上となります。はい、本日もご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日も一日、お疲れ様でした。じゃあ、寝起き、頑張ってください。はい、頑張ってください。